どうも皆さん、こんにちは。ワトソンでございます。というわけで、バイオハザードビレッジ続き遊んでいきます。じゃあ、こっからボートを操縦していきましょう。こっからぐるりと回って、よし、レッツゴー。巨大魚とはいつ出会うんでしょうか。まあ、まだ巨大魚が出るとは限ってない広さ。まあ、変な音したね。出たー。やはり巨大魚。こっち側進めるね。こっちには何がある？よし、ボートを止めて。ここは何だ？何でもないのか。ただの小屋？奥には通じてる。いいアイテムあったりするのかな？ここは開く？オープン。なんだここ。確かになんだここ。でもパソコンとかあるね。一体何を調べてる？何これ？おお。誰だ？おお、あ、この人人知ってるぞ俺。特殊部隊だ。あ、クリスだ。こんなところにいるとは驚いたな。ここで再会するとは残念だ。クリスか、お前、ミアを殺して、次は俺だけか。隊長、外で異常な揺れを観測した。すぐに移動しよう。グリース、あのメガネなんだろ、サーマルスコープ。揺れだと。信号は不明だが、このままここにいればミランダに知られる。おい、待て、ミランダだと知ってるのか。黙ってろイーサン、お前には関係ない。関係あるんです。やはり得意金とつながり。得意金エブリン、やっぱ E 型得意金。あー、巨大魚、協力しようぜ。ここはこれ以上は首を突っ込むな。おい、下がってろ。うわ、でも一瞬あれだね、モローのなんか金みたいなのがあったね。やっぱ水の中入ったテトリーじゃん、あいつの。早く浮かばないとやられるぞ。いや、こんな水の中入ったらやばい香りするけどな。あ、モロー、モローだよな。出口は水中だ。だよな。王冠ないけど。相手してる暇はない。なんかこの人あれだな。あのダークソウルのなんだっけ、雲姫の従者みたいだ。なんか背中に手ある。その時間稼ぎか。哀れだな。うわあ。触手が。何の話だ。ハゲ親父って感じだな。お前なんか変だぞ。もうダメ、我慢できない、助けて。何あのなんかほんと針金虫みたいな、あの人形からも出たけどさ、もしかしてこれが変異して魚になるの。あれが変異してたかな、本当に。ちょっと待って、調べたいものあったのに。わーお。お前、その携帯の方が強いんじゃね？ワンちゃん。よし。ないじゃん。さすがに、ここまでは来れないだろ、あいつも。わー、水中に沈んでるな、本当に。あんなのどうすれば。確かにね。ここどこだ？あの、さっきのクリスがいた先の奥調べたかったんだけどな。手前を調べる癖があった俺が。水中に出口があるって。何？あはん？魚だな。抜ければなんとか。無理だよな、水門は。電気が来てない。あー、電気来いと。あー。クランクで風車を動かして通電させて、ああ、風車か。一番最初のドミトレス君のとこから出たとこか。こっちは。あはー。ようわからんな、道が。こっちの道の先は？うわ、びっくりした。なんでお前こんなとこいんだよ。
どうやって入ったよ。あ、じゃあ売るか。頭蓋と2万なんだね。怪物が死んで結晶化したもの、古い剣士は死してなお危険と。で、秘宝。1万4000だね。高額言っても。はい。で、獣の名前1個あるからな。さっき高額な鳥類やったのにな。売っちゃったよ、もう。言ってよ、さっきほんともう。で、新しい品を仕入れましたよ、ウィンターズ様。ないじゃないか、特に新しいの。じゃあ、ここら辺買っといて。じゃあ、反動軽減買っとくか。OK。他ないんでね、どこに。はい。じゃあ、とりあえず、クランクやって、水車を動かしてって感じなのか。クリス無事なのかね。まあ、100無事だと思うけど。クランク2型が来てる湖の反対側2号機まで取り替えに行ってくれ。ニワトリー、てめえらの肉よこせー。OK。生肉釣り。ロスクラップだ。え、これは？あ、結晶のハゲラか。パーツではないんだね。一応トレーニングゲットしたから売ろうか。売ろうっていうか、料理に渡して、なんか料理できるかな。鳥3か。あ、でもこれで渡しとこう。あと、今日高級白豚がいればな。ここは？何がある？ここがクランク？よいしょ。あー、動く。あ、待って。あ、取れた、クランク。いや、そういうわけじゃないのか。パックレッツダウン。ここにもクランクいるのね。どこにあるんでしょうか、クランクは。よいしょ。こっちのアイテムはない感じ。いやー、襲われるじゃん、絶対こんな。危ない、危ない、危ない。ん？ハンドガンか、魚じゃないのか。これは、衝撃を与えて、足にする。マジかよ。今のうちに渡れ。あ、食われたか、これ。タイミング悪かった。なんかラフレシアみたいに口開いてたな。なんかあれだ、なんだっけ。ドミトリスク夫人みたいな変異の仕方してんな、あいつ。行った瞬間行けば行けるんじゃね？よし。うわぁ。一回浮かんだから行けるでしょ。よし。え？そしてこれ。これ崩して何になる？あれ崩して何になった今？これ？あれか！撃って壊したでも。よし。これで行けるようになったね。こっち通った。オッケー、こっちの方これだぜ。お金。で、上登って。これを落とす。道になった。よいしょ。これは？なんだこれ。うわぁ、ぐっちょぐちょしてる。なんか虫もいるしさ。なんだこれ。ははーん。こういう感じ。これは？あー、青が浮かび上がる。で、これで黄色で。黄色が浮かび上がる。ん？あれ？これ積んだ俺。あ、これで青でいいのか。よかった。積んでなかった。よし。で？マグナムだ。なるほど。色の組み合わせでやるのか。つまり、青を下げて、黄色下げて、こうか。よし。完璧。あ、ここの前通り早く。OK。おった。これでいける。うわぁ、気持ち悪いな、ほんと。今ならいける。急げ、急げ、急げ。なんだろう、こいつは、自分の、肯定性が低いからさ。今まで立場とか低かったから、強大な力を手に入れて調子に乗ってるみたいな。もしくは一番になることで自分の価値を証明しようとしてんのかな。え、はよ来いや。あー、来るやん。よいしょ。見てんのかね、本当にミランダは。よし、オッケー。ここら辺まだおつむが弱いな。一回失敗したのかな、じゃあ。よーし。で、戻ってきたぞ。なかなかなんか浮いてるし。これなんかあれだな。なんだっけ。ボールオブクトゥルフでこういうの見たぞ。
わーお。OK。こっちがこれだと。お、スナイパーの弾。これをぶっ壊してまい。でも遠隔で操るって強いな、割と。こっちの方なんもない。なんか、ただの白い樽か。一緒に白い宝箱かなと思ったわ。上登りまして。なんか電気かなんかやってビリビリとか思うけど、さすがにこの湖の量は無理なのか。これは？これ電気が来る、これで。ああ、浮かび上がった。大物が釣れたな。確かに。これで？うわ。早く早く早く、早く壊れろ。よし。危ねえ。結構余裕だったな。え？あ、これで戻ってきたのか。待って、どこで上戻るんだ、これ。あ？あ、はしごか。これ壊してはしごか。見えんかった。よーし。わー。なんかアトラクションみたいに見えてきた、もうだんだん。あ、クランクゲット。なんだこれ。あ、このままでは登れない。それは当たり前だな。え、これクランクで回すの、もしかして。手に入れたはいいけど回すんだ。回しまして。あ、これでぐるって回ってくんのか。もうめっちゃ暴れてるやん。おとなしくしなさい、早く。え、こっちじゃねえわ。あれ、こっちで当たった。あ、これで、うわ、前回、多分、フンドかなんかで手に入れたやつだな。アトラクション。ずっと滑車持ってたんだね。一義。で、これで、クランク。風車を動かすためのクランクで回して、電気来ました。いざ水門オープンの儀。これで降りる必要なかったから戻ってきて、こっち行って、赤なぶっ飛ばすか。ここだね。え？赤、赤、赤。もしかして、違う？場所が違うのか。だからつまり、こうか。だから、色、白だ。完璧。いざ、水門、オープン。いやー。やった。よし。脱出口を探す。わ。上がってこれるんだ、あいつ。どっちから行くの？こっちから行くの？水がなきゃ生きていけないのか、あいつは。ここら辺は？なんだ？あ、10月1日晴れ。ミラナ様にお願いして村人5人。あ、薬で寝つけてカドゥをお腹に植え付けた。カドゥが成長するのは楽しみだ。あ、1人はライカになりかけていたから山の上の実験場に送った。もっと強い器が必要だと。カドゥってなんだ？なんだこれは。ん？ロングマガジン！最高。オーケー。あ、これ降りて正解？これ降りたらダメじゃね？薬液スクラップ。なんか、ボス戦臭い雰囲気感じるな。